until I can't breathe. Midnight moonlight dancing, never get enough sleep. 皆さんこんにちは。今回は2023年カラードレスのトレンド総集編をお伝えします。今回は今年人気のあったカラー、ピンク系、グリーン系、オレンジ系、ブルー系、レッド系の5つに分けてご紹介します。どの色も参考になりますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速2023年カラードレストレンド総集編を楽しんでいきましょう。まずはじめに、女性らしさや可愛らしさを表現する色で結婚式にぴったりのピンク系のカラードレスです。可愛らしさだけではなく、上品で落ち着いたスモーキーピンク、淡くナチュラルなブラッシュピンクなど、バリエーションは豊かなカラーが存在します。ピンク系は人気の定番カラーですね。それでは実際の映像を見ていきましょう。次は2023年に流行したグリーン系です。癒し度ナンバーワンカラーで、調和や協調性を印象付ける効果があります。自然の美しさを感じるエメラルドグリーンや、落ち着いた大人っぽいモスグリーンなど、色合いによってドレスのボリュームを変えて自分らしさを表現できますよ。では実際の映像を見ていきましょう。
元気で明るい印象を与えるオレンジ系です。華やかで親しみやすい雰囲気を作ります。オレンジカラーにはいろいろなトーンがあります。少し赤みがかったコーラルオレンジや落ち着いた雰囲気のテラコッタオレンジがあります。朗らかな性格をウェディングドレスで表現できますよ。では実際の映像を見ていきましょう。色味によって印象が大きく違ってくるブルー系です。華やかなブルーはクールで知的なイメージを与えますが、淡いブルーは爽やかで優しいイメージになります。また深みのあるブルーは落ち着いた大人の雰囲気を演出します。ではブルー系の人気の映像を見ていきましょう。
最後は情熱的なレッド系です。2023年秋冬のトレンドカラーの一つです。華やかでエレガント、ゲストの記憶に残りやすい印象的な色です。オフショルダー A ラインのスタイルに合わせるとより洗練された女性を演出できます。では実際の映像を見ていきましょう。2023年カラードレス総集編はいかがだったでしょうか。気に入ったカラーは見つかりましたか。ぜひドレス選びの参考にしてください。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。この動画が役に立ったと思ったらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。 Real Weddings